YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、上田圭介です。そうですね、やっぱり僕は普段舞台に立つことがすごく多い人間なので、なかなかその画面の向こうに伝えるというか、その音声を通じて、皆さんに届けるっていうことがあんまりないので、やっぱり難しいところだなとは思ったんですけども、やっぱり僕もアニメーションとかすごく好きなので、なんか今回この出演が決まって本当にただただ嬉しかったです、はい、自分のヘッドホンを通して、その、まあ、人が撮った、みんなが撮ったやつとか、まあ、自分の声が流れてきたりとかっていうのってすごくやっぱり耳心地が良くて、これがなんか皆さんに絵を通して声を通して届くんだなって思うと、すごく仕上がりが楽しみだなっていうのは感じながら、すごく難しかったけど楽しんでやらせていただきました。テレビと配信でぜひ戦国鳥獣戯画をお楽しみください。